はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、大戦略、鋼鉄の旋風、日本軍プレイ、リベンジ、続きをプレイしていきたいと思います。今回プレイしていくステージなんですけれども、ポートモレスビーの攻略作戦になります。早速、作戦の内容をご覧いただきましょう。はい。ご覧いただきました。ポートモレスビーの攻略戦ですね。アメリカ軍の艦隊、機動部隊も出ているということなので、これもしっかり潰しておきましょう。勝利条件の確認です。20体以内に全敵司令部の破壊ということです。司令部は2つこのステージ用意されています。アメリカ軍のそれが1つと、イギリス軍のそれが1つ、合計2つになります。ここは主に艦隊戦になりますので、航空戦力を重点的に配備しつつですね、艦隊の増強ということも行っていきましょう。では、司令部確認しておきましょう。今ここに映っているのが帝国軍、つまり日本軍の司令部なんですが、ここからマップの左下の方にずーっと降りていくとですね、ここにイギリス軍の司令部が、そしてここからずーっともうマップのね、反対側に伸ばしていくとアメリカ軍の司令部があるという状態です。なので、この2つの司令部をですね、狙いつつ現れるアメリカ軍と艦隊、これもね、しっかり対処していこうというところです。では、まず初期配置の従順ですね。4隻、ここに映ってるものですけども、これを南下させていきましょう。これは仮に撃沈されてしまったとしても、自分が用意したユニットではないので、痛手としては少ないと思うんですけども、できるだけね、撃沈されないように気をつけましょう。そして、機動部隊ですね。昇格と随格になります。これも南下させていきましょう。随伴しているのは従順2隻です。この従順も、できるだけ早くね、敵艦隊との交戦、想定される海域まで進んでいきましょう。優先的に配置するのは冷戦と艦砲を配置していきます。では、最初は冷戦から配置していきましょう。で、イギリス軍の部隊もですね、こちらに戦闘機部隊を送ってきますので、これ、冷戦、全部で、5ユニットほどを派遣してですね、対処していこうと思います。で、残っているものはすべて、アメリカ軍、そしてアメリカ軍の艦隊、これに対抗するユニットとして用意しておきたいと思います。まず最初は全部冷戦でいいかな。で、次のターンあたりから、艦砲も、バランスよく配置していければいいかなと思います。あとはですね、配置するものとして、軽空母、これも、なるはや、配置スタイルで、初手で、2ユニット置いちゃいましょう。そして、もう一つ余っているところには、これもね、なんとか、従順まで発展させたい、軽巡、これを置きます。で、その他で言うと、こういうところで、あまりユニットを無駄遣いしたくないんですが、アップグレードできるものをアップグレードしておきたいので、アップグレード目的で陸軍ユニット、アップデートできるものあればアップデートだけしちゃいましょうか。ガトー機南東にて敵艦隊発見。敵艦隊は空母を含むものである。これ実際にはヨークタウンがいるので、このヨークタウンを仕留めておきたいかなと思います。史実ではね、ここでヨークタウンを撃沈まで持っていくことができなかったが、ゆえにですね、言ってみれば、ミッドウェイにヨークタウンが出現してしまったという、そういう史実の反省点もありますので、今回はね、なんていうか、ヨークタウンの撃沈、敵艦隊の撃滅、これも行っていきたいと思います。では、部隊ですね。先ほどお話した計画に則って、進撃していきましょう。早速、イギリス軍が進出してきてますね。ハリケーン。このハリケーンは、撃墜しておきましょう。司令部の近くまで、寄りつかれるのは嫌ですからね。どうでしょう、イギリス軍側には冷戦を5ユニットほど派遣しておきましょうか。で、残りは全部アメリカ軍、しかも艦隊攻撃ができるように艦攻を、配置していく、そういう段取りでいこうかなと思います。では、交戦状態に入っているイギリス軍との戦闘機部隊とのドッグファイトですね。これ確実に
制していきましょう。次々にイギリス軍のハリケーン落としていってる、まあそういう状態ですね。ここはまだ冷戦の優位性がかなりあるので、まあ負ける気がしないところですよね。ではさらに進撃していきまーす。イギリス軍も、もう司令部まで目と鼻の先まで来ました。では続いてアメリカ軍との対応です。こちらもね、しっかり対処していきましょう。まずここに一機、ドントレスがいますね。これに味方の空母がやられると痛いので、先にドントレス、仕留めておきましょう。では、まずイギリス軍の拠点ですね。ここにちょっと近づいていってみましょうか。まあさすがにユニットは配置されてますね。冷戦は5ユニットしか配備してないので、まあ十分な火力が出るかというと、まあ多少ね、ちょっと不安なところがありますので、しっかりユニットの残りの耐久値確認しながらですね、5ユニット全部使って攻略できるように取り計らっていきたいと思います。まずは敵の、イギリス軍ですね、司令部の近くまでユニットを進めていきます。まあ、この時点では冷戦と、まあ、イギリス軍が持ってくるハリケーンだったりスピットファイア、まあ、このあたりと比べた時には圧倒的に冷戦が有利なので、まあ、負けることはないかなと思います。続いて艦隊の方なんですけども、少し艦列を整えます。まず潜水艦ですね。これをやっぱり前線に持っていきたいので、潜水艦を先行させます。まあそういう形で少し艦列を整えましょう。で、空母はもちろん後方待機ですね。で、アメリカ軍の拠点ですね。ここは早めに潰せるときに潰しておきたいかなと思うので、思い切って冷戦、派遣していきましょう。敵のユニットがいないのであれば、早め早めに対処してしまいたいですよね。で、あとは、アメリカ軍の機動部隊。これの発見を急ぐという、このステップを踏んでいきましょう。艦隊の周りには偵察で艦砲を飛ばしておきます。敵の艦隊が万が一先に接近されるようなことがあると大ダメージ受けてしまうので、艦砲を飛ばして、敵のね、艦隊を先に発見しようという、まあそういう作戦ですね。さて、敵の艦隊に発見されてしまいました。しかも、単独で航行していた随格ですね。これが見つかってしまったので、ちょっと厄介ですね。まあなんとかここは、随格が沈められないように、冷戦を戻しましょう。冷戦で、ブロックを作って、やられないように、ちょっと気をつけないといけないですね。アメリカ軍の艦隊を相手にするどころではなくなってしまっているっていうか、ちょっと裏をかかれてしまいましたね。急いで、随格の救援に向かいます。もしこれで随格が沈められるようなことがあると、まあだいぶ痛手になりますからね。何としても随格を守る。まあそういう動きをしていきます。問題は敵の、駆逐艦にどれくらい寄られるかだな。あんまり寄られすぎちゃうとね、しんどいですよね。まあ急いで、従順艦隊、これを救援に向かわせます。ちょっと予想していたところよりも、マップの右側に出てきてしまったというのが、まあ、ぶっちゃけた、正直なところですね。もうちょっとマップの下側に出てくるかなと思ったので、そこに合わせて艦隊を、陣形引いて待ち受けるようなところを用意してたんですけど、まあ、残念ながら、ちょっと予想と違う場所に出てきてしまったので、今慌てているっていう、まあ、そういう状態ですね。まあ、ちょっと観光をおとりに使ってでも、随格は守りましょう。本来だったらね、観光は
敵戦闘機がいるところにはあんまり積極的に出したくないっていうのはあるんですけども、まあ、ここに至っては、まあ、観光を失ってでも、なんとしてでも、随格を守りたい。まあ、そういう思いですね。さあ、随格が生き残れるかどうかというところです。ターン送っていきまーす。随格。残ってくれよ、随格。やられた。ちょっと戻ってやり直していきます。随格、沈められるとちょっとだいぶ痛いので、戻ってきます。では、ほぼ予測していた位置で敵の、航空戦力をまず見つけてます。この近くに敵の艦隊いるんじゃないかという話をしようとしているその矢先。見つけましたね。先制攻撃の絶好のチャンス。ここは一気に潰しに行きましょう。まずは潜水艦。で、敵の従順を潜水艦で狙うのがいいかな。駆逐艦相手にね、突っ込んでいくと返り討ちにあってしまう。まあ、そういうリスクがあるので、ここは従順を狙って潜水艦で先制攻撃仕掛けていきましょう。ここで先制攻撃はまるかどうかでだいぶね、戦況変わってきますからね。そしたら、寄りついてからの、従順からの艦砲射撃。さらに従順からの、魚雷攻撃。これを浴びせ倒していって、一気にね、敵艦隊、壊滅させていきます。まだ空母ヨークタウンは見つけていないので、まあ、ヨークタウンをね、発見するっていうのを最優先にしていきたいと思いますね。ケージュンも、とどめを刺して経験値訓練度、稼いでいきましょう。寄りついてからの魚雷攻撃ができるっていうのが、日本軍のね、従順の一番のいいところかもしれないですね。これで敵の従順、さらに撃沈でーす。空母をまだ発見できてないですね。空母を発見したいので、どうだろう、先に、艦載機出しましょう。艦載機出して、敵の空母の位置探ります。いた。空母いましたね。敵の空母発見。ちょっとまだ距離あるので、距離詰めていきましょう。まあ、しっかり今回は空母を守れるような位置取りしてあるので、空母に被害が出ることはないかなと思うんですけど、まあ何かしら損害が出てしまう可能性は高そうですね。まあ時間がね、夜だったので観光による魚雷攻撃ができなかったっていうのが一番の痛いところかな。タイミングが良ければね、先制攻撃でさらに観光による魚雷攻撃で、敵艦隊にさらにダメージ取れたかなと思うんですけど、ちょっとそこだけ残念なポイントです。艦隊戦の途中ではありますけども、アメリカ軍の司令部ですね。もうこれ倒せるので倒しちゃいましょう。で、艦隊戦です。ここに敵の空母、レキシントン、ヨークタウン2隻確認してますね。この2隻何としても沈めたいところなので、観光、艦爆、このあたり出していきましょうか。で、その前に邪魔になっている敵の艦隊、護衛艦隊ですね。これを潜水艦でまずは攻撃していきましょう。仕留めます。まあ、すごく順調には来てますね。ここまでね。これも軽巡の魚雷攻撃で敵の従順、撃沈します。さらに潜水艦、魚雷攻撃で敵の重心を狙う。まあ、かなりいい感じでは来てるかなと思います。そしたら冷戦を飛ばして、敵の航空戦力、航
これも叩きましょう。霊戦の数がちょっと足りないのが、先ほどご覧いただいたように、今、アメリカ軍の司令部を叩きに行ってしまった部隊がいたので、直縁あるいは敵戦闘機、航空戦力、これを叩き落とすための、霊戦の数がちょっとね、今足りてないっていうのが、残念な点にはなってるかなと思います。まあ、それでも、圧倒的有利に戦い進めてるので、このまま、行きましょう。できれば、このターンでね、護衛艦は全部沈めたいですね。で、丸裸になった空母を狙い落とす。まあ、そういう戦いができれば理想ですよね。この従順はちょっとダメージ広がってるので、後ろに下げましょう。まあ、無理はしないというところです。では観光発進します。まずはどうだろう、魚雷攻撃で艦載機積んでいるヨークタウン、これ撃沈しましょうか。艦載機ごと撃沈したいですよね。魚雷攻撃でヨークタウン、これを撃沈、でかいですね。さらに観光まだ発進できますので、今度はレキシントンに、魚雷攻撃で仕掛けていきましょう。ここでレキシントンももう撃沈しておきたいですよね。撃沈、一撃させました。そうなると残っている艦艦、これで従順を撃沈しましょう。いやー、かなり綺麗に決まりましたね。残っている、まあ、敵の航空戦力だったりで、一部駆逐艦従順、まあ、このあたりも仕留めていって、まあ、できればこちらにダメージがない状態でね、攻略完了してしまいたいですよね。ではこれで敵艦隊撃滅しました。残っている敵戦闘機群は冷戦で叩き落としていきましょう。で、艦隊、まあ、冷戦も含めてになりますけども、部隊はイギリス軍の司令部撃破に向かってもらいたいと思います。では、イギリス軍の司令部に対しても攻撃を仕掛けていって、これで、このステージ攻略完了に持っていきたいと思います。はい。これで、敵の司令部、撃破で、このステージ、大勝利。攻略完了です。フォートモレスビーとツライを占領したことにより、米英軍の東南アジア方面での拠点を消滅させた。さらに、オーストラリアの北方海域を制圧し、米軍との作戦連携を遮断することとなった。まあ、いわゆる、米軍を遮断というところですよね。はい。今回はポートモレスビー攻略戦大勝利で攻略完了することができました。リベンジに向けて着々と準備進んでますね。では次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。